はい、皆さんこんにちは。今日は私の車両の内装の話をします。去年の冬ですかね、一回動画を出してます。まあ、車両の仕様、それと装備しているもの、常時としているもの紹介をしました。まあ、あれから1年半以上経って若干また装備が増えてます。でもう一度紹介してくださいという方がいますので、この機会にざっと撮ります。私は登山がてら、まあ、キャンプを楽しんだり山の方に行って写真を撮ったりします。まあ、趣味が変われば装備品、まあ、あと乗せてるもの変わってくると思うので、まあ、ご自身の車両と、まあ、どう違うか見比べてください。私の YouTube のホームのページに、まあ、US Amazon のリンク、まあ、貼ってあります。まあ、そこをクリックしていただければ、まあ、購入できるもの、まあ、全てではないですけども一覧があるんで、まあ、よかったら見てください。ダッシュボードの色、 B ピラー、A ピラー、それと上、まあ、この3点以外は全てブラックです。でステアリング、まあ、本来は合成レザーのもの、まあ、装備されてましたが、こういうところ、まあ、擦れて破れたので私はウレタン製にこれ変更してます。でステアリングスイッチ、まあ、右オートクルーズで、左がこれナビゲーションを、まあ、操作するスイッチですが、もともとついてなくて後から、まあ、付け足してます。ですが、まあ、両方ともね、まあ、現在のところダミーになってます。どちらも操作はできません。でここね、まあ、シルバーの色ですが、削って磨いて、まあ、ブラックにしてます。ドアのパネル、まあ、ここは自然の木々の色と同じように、まあ、グリーンのスウェードを、まあ、貼ってます。運転席、助手席、あと後ろもそうです。でここに細かいゴミ、まあ、入れられるようにカップが入ってる。それとカーテシランプ、まあ、純正だとついてなかったんですが、まあ、純正のランプ買ってここをねカットしてこれはめてます。で中は LED に変わってる。フロアマット、ゴム製とナイロン製の2枚構造で、ガソリン車の場合一番下のカーペット、まあ、防水製ですが、ディーゼルの場合はナイロン製で水が染み込みます。でシート、これもディーゼルの場合水が染み込んでしまうので、砂ぼこり等の侵入も、まあ、防ぐ目的でカバーしています。メーカーはオートベアのポイントブラック。購入してから8年9年経過してます。で唯一運転席の座面、ここね、まあ、ここだけボロボロになったので、まあ、単品で購入して交換をしてます。その他はまだまだ綺麗です。一眼レフのバッテリーの充電器、まあ、ここに刺さってますが、このパネルの後ろ、まあ、小さいインバータ固定されてます。で差し込み口が2つあって、まあ、分解をして配線を伸ばしてこことここに、まあ、刺せるようにしてあると、まあ、こうすることで一眼レフ、まあ、走行中だけですけどもバッテリーをね充電できると、このようにどうしても動画を撮ったり、まあ、写真を撮ったりすると意外とバッテリーねすぐ終わってしまうんですよ。まあ一つ終わったらすぐ充電したくて、まあ、このように追加してます。インバーター横のスイッチ、まあ、これはまた後で説明をします。ステアリングコラムの後ろ、サブコンピューター、これペダルコマンダー、エクストレイル T31 ディーゼル専用です。エコ、シティ、スポーツ、スポーツプラス、あとそれぞれ8段階で調整可能。いつもはシティの3にしてます。コムテック084V、 これレーダーです。まあ、OBD につなげばいろいろ表示できるんですが、まあ、対応してなかったのでプラスとマイナスだけつなげて、まあ、レーダーとして使ってます。運転席側、純正のスイッチ、まあ、ヘッドライトの光軸の高さを変えるダイヤル、
あと DPF 再生時のスイッチ、 VDC オフのスイッチ。センターコンソール上部の収納にはモバイルバッテリーと GoPro、 これ GoPro5 セッションでモニターなしです。あと各種充電ケーブルのみです。でこれ初代の iPhone SE です。でここにマウントするためにこれタックフォームという、まあバイク用のマウントね、まあ、つけてると、まあ、これを固定するためにプラスチックのレールを4点で固定してると、まあ、こうすることで iPhone ね挟むことができる、まあ、結構開くので幅広のものも大丈夫です。でラムマウント、まあ、この先の、まあ、ジョイントはなくしてしまったので今これここにつけてあるだけです。でこれは GoPro のマウントです。通常はこのようにして走行中の撮影をします。でモバイルバッテリーね、まあ、中に入れておけばここから、まあ、電源を供給して、まあ、撮影を続けることができると。センターコンソールは塗ってます、まあ、ストンチョスプレーという砂が入ったスプレーですね、まあ、野外用です。それを吹きつけてザラザラな面にしてる。でここねエアコンのダイヤルも分解して塗ってます。なのでほとんどブラック。ナビゲーションは純正 HC309DA です。でここは、まあ、収納ですが現在は、まあ、今撮影しているカメラのレンズカバーね、まあ、入ってると。でその下にこれワークライトのスイッチね、まあ、ロッカースイッチ6連、まあ、センターのパネルをカットしてこれはめてると。で右からこれフロントについてる丸いライト IPF で、これがライトバーで右左後ろでロックライトにつながってます。追加したライト類、まあ、車検に合格するためには運転席から手が届くところにスイッチがあってはいけないというものがあります。まあ、この辺の話は今日はしません。現在はもう対策済みです。本来ここにあるハザードスイッチは下にある、まあ、これは簡易的にここに設置してあるだけです。でシガーライターには先ほど話したインバーターね、まあ、常に刺さってます。でその横にこれサブバッテリーを充電するためのシステムのコントローラーです。まあ、長押し3秒で表示できる。で、まあ、左と右があって、まあ、こう見ると上がメインのバッテリー、下がサブのバッテリーの残量を示しています。センターコンソール上が1アンペア下が2アンペア、まあ、充電可能な日産の車両で使える USB ポート、まあ、これ後から購入してここにつけてると。で iPhone を充電するためのケーブル、これカール状のものです。このまま挿せば充電が可能と、まあ、ここからここまで距離があればいいので、まあ、こういうカール状のものが便利です。でダイヤルね、まあ、肉、オート、ロックと、まあ、これで操作できますけども、まあ、シルバーの部分削って磨いて、まあ、これもブラックにしてます。でシフトノブね、まあ、私の車両6速マニュアルです。でもともとシルバーでしたが、まあ、ここも削って黒くしてます、まあ、結構ねシフトしている間に擦れてきたので、まあ、このようにしました。で周りのレザーも擦れて破れたので、まあ、剥がしてます、まあ、中の素材はゴム製なのでなかなか、まあ、滑らずに快適です。ディーゼルの場合センターのカップホルダー蓋がついていると。でここには消毒液とあと冬ね、まあ、フロントガラス削るためのものと小さいライトが入ってます。
このまま上に来てバイザーね、ここにはまあ収納をつけてると、まあ、ペンとメモ帳が入ってる。でこれはジャブラ、まあ、iPhone と Bluetooth でまあつなぐことができる。電話がかかってきたらここを押して会話をする。でここに追加したスイッチねがあるんですが、これ見えますかね、こういうもの、これ外れます。これワークライトのスイッチ、まあこれと同じ役割をすると、まあこうやって見てもらえば分かります。6連ですね、こことここ連動してます。なのでこれ繋がってないですけども、無線で接続されているので、これ押すだけで今オンになってます。まあこういう話はまた外装のね紹介をするときにまた説明します。まあ配線はまだ繋がってないです。まあこれを繋げればスモールにしたときに、まあここが光ると。ルームランプ、まあエクストレイル T31 専用ではないですが、一応 LED に変えてあります。それとエクスペリションオーバーランド、あとオーバーランドバウンドのパッチね、2枚ずつ貼ってる。フロントガラス、まあスモークがかかったパネルを、まあここにはめてあります。まあ冬の間ね、まあ南の方に朝方行くと、まあここら辺眩しいので、まあそれを防止したくてこうつけてると。であとこれは頂き物の高尾山のお守りです。助手席側、まあ休みの日はだいたいこのように倒してます。まあ通常ねこのようには倒れません。下にこれ鉄のレールね、まあ追加してシートをよりね前の方に、まあ、ずれるようにして後ろにね、まあ、倒せるようにしてます。まあ、これはね自分で製作してます。でこれねミステリーランチ、まあ、カメラバッグとして使ってます。まあ、レンズとか小さい三脚が入ってる。まあ、これは休みの日は大体乗してる。シート一番前の状態で背もたれを戻すとこの位置になると。グローボックス、まあ、ボックスティッシュとプラスとマイナスのドライバー、車検証と箱が2つ貼ると。で緑色の箱には、まあ、物を縛れるようにガッチャが1つ入ってる。でこちらの箱、これはジャンプスターターです。メーカースワオキ、まあ、ほとんど使う機会はないですけども、まあ、モバイルバッテリーとして現在は使ってます。でここにあるの、まあ、これ OBD に挿して、まあ、エンジンの不具合がないか、まあ、これでね見ることができると、まあ、iPhone にアプリケーションが入っていて、まあ、それで連携して、まあ、確認ができます。あとは音楽データが入った USB、まあ、ナビゲーションにつないで聞いてます。あと ETC の本体、あとテレビを見るためのこれなんて言うんでしょうね、まあ、本体ありますけども、フロントガラス、まあ、アンテナついてないです。まあテレビ見ないんで、まあ、これもいずれ外します。後ろに来て助手席の下アンプを、まあ、ここに固定してます。まあ、助手席のシート一回外して、で2本、まあ、はしご状にして本体を固定して、配線は全部下ねカーペットの中に入ってると。夏と冬の時期星の写真をよく撮りに行くので赤道儀は載せてます。それとプリムスのコンロ、あとフロントランナーの椅子、
で、ここにあるウォーターポート、まあ水タンクね、まあここに常時乗してますけども、まあ人が乗る場合は全て後ろに持ってきます。マンフロットの三脚も、まあ大体ここか後ろに乗してます。で、ウィルキンソンの水ね、まあこれはさっき買いました。運転席の後ろ、買い物袋かけれるように、まあ、名前わかりませんけども、こういうものをつけてる。で、これは各地域のマップ、まあ増えたり減ったりします。あとライト、まあルーフトップテントの中で使ったり、夜間周りを照らすたびに使う。で、シマノの釣り用の服ね、まあ撥水処理された上下ね、これは一年中ここにかけてる。で、その上にキャンプ用の、まあ、小さいライト、何回か押せば明るさが変わって、まあ、点滅もすると。で、アウトポートついてるので、まあ、モバイルバッテリーとしても使えると。で、カラビナが一つ、それと車内、まあ、釣り竿がかかってますけども、このバンドね、まあこういうもの買ってきて、まあミシンで縫って骨ロックしてます。まあこれは手作りです。これで後ろに回りますか。あとラゲッジのスペースを紹介すれば終わりですね。で、釣りのかけてあるバンドね、まあ後ろもこうなってると、まあ、これもミシンで縫って、ここね、カラビナで引っ掛けてあるだけです。これゴムです。で、まあ5本かけることできますけども、ほとんどね1本だけですね。まあ私は今1本しか持ってないです。で、真ん中ね、手をかけるところに引っ掛けてると。まあこういうものの方がシンプルで使いやすいです。で、荷物を隠すためにこのカバーね、これ純正ではないですけども、なかなか作りはいいです。まあ、これも Amazon で購入はしてます。で、まあ、物縛れるようにパラコード予備でかけてあって、下ね、まあ、フックがあると。まあ、こういうフックは増やしてある。チョークバッグ、まあ、かけてあって、中にヘッドランプ入ってます。まあ、釣りで使ったり、早朝、まあ、登山に行くときは、まあ、これ使います。チョークバッグはアークテリクスで、ラゲッジですが、ここにね、あるあの引き出しのスペースね、私は持ってないです。まあもともとありましたけども、まあ、使わないので処分してます。で、中にも荷物が入ってると。で、常に乗っているもの、まあこの中にはキャンプ用品で、あと、まあ簡易的な食材が入ってる。で、これバンドでここ縛ってますけども、帽子とタオル、あとペーパータオル、どかすと、ルーフトップテント用のこれはしごね、側面に使うはしご、まあこれはまだ紹介はしてないです。まあ外装ね、またいずれ紹介するので、その時にまたお見せします。で、ここは釣り道具ね、まあ、釣り道具といっても、まあ、これしかないんですよ。まあ道具あって、中に何ていうのかな、まあ、こういうものね、入れ物が入ってると。で、バッグがあると。まあ中身はそんな大したもの入ってませんけども、寝袋とか、あとシャンプーとかね、
あと防寒着が入ってる。まあ少し前に作りました。以前ね、まあ、ルーフトップテント制作する前は車内に出たと。で、夏の時期は暑いんで、まあ、ここからね換気をするために、まあ、これ作ったと。で、冬ね、今度これに変えると。で、これに変えて FF ヒーターのダクトをつないで中に引き込むと。で、肝心の FF ヒーターがここに設置してある。まあ、冬の時期は、まあ、車内でもルーフトップテントでもどちらもねエンジンをかけずに、まあ、温められるのでいいですね、これ。で、これディーゼル仕様なので直接タンクにつないで軽油をね、まあ、引っ張ってます。鉄板に穴を開けないとこれ固定できません。まあ、取り付けた動画、まあ、ここら辺に貼っときます。まあ、よかったら見てください。FF ヒーターのコントロールパネルね、まあ、ここに貼り付いてると。これを長押しすれば本体が動く。あと専用のリモコンもあります。これで操作可能。まあ、ルーフトップテントの中で操作するときはこちらを使います。ラゲッジに荷物を載せると、まあ、動いてしまうと。まあ、固定するためにバンドが2つ。で、これをずらすと収納ね。まあ、ここもうほとんど収納です。まあ、スペアタイヤ下ろして今こっちにあるのでこのようになっていると。で、カーペットね、これ切ってミシンで縫って、まあ、このようにしてます。まあ、ホコリ等もこれで防ぐことができると。で、 FF ヒーターのダクトがこれ冬用で2つあると。ここに入っているものは常に載せているものです。小型のコンプレッサー、これウォーターポート、まあ、水タンクに圧をかけるために使う。で、この中には、まあ、私が好きな、まあ、ダッシュボードの、まあ、このスプレーが入ってる。あとタオルね。で、これ長方形の寝袋で、ご飯クッカー、まあ、水とガスね。まあ、夏の間はあまり乗せはしないですけども、まあ、結構な頻度で乗ってます。で、助手席のヘッドレスト、あとおしぼりね、まあ、いっぱい入ってるんで、まあ、これ使いやすい。で、ここにサブバッテリーがあると。まあ、下ね、アルミの円盤状の、まあ、プレートを置いて、まあ、そこに、まあ、オプティマのバッテリーですけども専用の、まあ、固定のブラケット、まあ、いろいろつけて、ワークライトの、まあ、管理ボックス、これでライト類ね管理してます。現在はこちらはね使ってないです。今こっちにつながってる、まあ、先ほど言った無線ね、まあ、あのスイッチがありますけども、まあ、その本体がこれです。まあ、本来は、まあ、どこかに行くたびに荷物を、まあ、乗せる方がいいですね。まあ、その方が燃費も上がります。まあ、私は特に燃費のことは気にはならないです。まあ、収納がある限りこのようにね乗せておいた方が断然楽です。で、ゲートのここね、まあ、車中泊した時に、まあ、中から閉めれるようにバンドつけてます。まあ、それに伴ってここにスイッチがあると。これ押すと車内からゲートを開けることができる。まあ、このスイッチですけども、ここについている純正のスイッチ、これと同じものです。まあ、これを新たに購入して配線を、まあ、割り込ませてここにつけてると。夜間、まあ、後ろ眩しいんでメッシュをここにはめてある。
で、レーザーライト、運転席の下のスイッチ、まああれがこれね。まあレーザー、赤いレーザーが、まあ、ずっと光りっぱなしになります。まあ距離で言うとここら辺ですかね。まあ夜ね、まあ登山道とかバックするときね、まあ後ろが見えなかったので、まあその線が歪めば、まあ何かがあるという判断ができるということで、まあこれつけてました。ざっとですが紹介をしました。これが私の車両の仕様です。外装についての動画もまた作りますんで、よかったら見てください。車両について、まあ、質問があればコメントを残してください。では次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、また会おう。